新車情報大賞順位を紹介いたします。10位マツダカペラ 4WS、 9位ホンダ CRX SI、 8位ホンダシビック 25X、 7位トヨタカローラ SE リミテッド、6位日産サニースーパーサルーン E、 5位ホンダプレリュード WX、 4位スバルジャスティ ECVT、 3位日産セドリックグランツーリスモ SV、 2位日産ブルーバード 3S アテーサ、そして1987年度の新車情報大賞は、新車情報88になりました。私は三本和彦です。明けましておめでとうございます。皆さんいかが越年でございましたでしょうか。今年もこの番組なんとか続けていけそうでございます。メジャー局に対しましてゲリラ放送一生懸命頑張って、やってみたいと思っております。ところで新車情報では昨年1年間にこの番組で取り上げた50台の車、この車をテレビの皆さん、テレビをご覧の皆さんにハガキで投票いただいて、これはいい車だという車に新車情報大賞というのを差し上げようという目論みで選んでいただくことをお願いいたしました。で、投票に際しましては、投票はハガキでございましたが、いいと思う車にはプラス票、それから、このような車は世の中にいなくてもいいじゃないか、不必要だと思われる車にマイナス票と、プラスとマイナスの形で投票をいただいたわけでございます。おかげさまでご覧のようにたくさん皆様からご投票いただきました。スタッフ一同大変嬉しく思っております。で、正直に申し上げますと、実は一昨年に比べますと、投票はだいぶ減っております。ですからこのイベントについても考えなければいけないなと思うことはございますが、それもついでに正直に、ご報告したいと思います。投票の総数は2222通ございました。その中で、得票率の一番多かったものはプラス票303点、マイナス票41点、総算いたしまして262点で、1987年度新車情報大賞はご覧のように三菱のギャラン VR4 に決定いたしました。新車情報大賞の受賞のギャラン VR4 を作った三菱自動車からは、常務取締役の中村良和さんにおいでいただきました。どうぞ中村さん、どうもおめでとうございます。で、三菱には記念品として新工芸会員の中村道夫作のトロフィーを用意してございます。トロフィーの贈呈は TVK テレビの取締役、報道制作局の局長なさってらっしゃる中山和夫さんでいらっしゃいます。どうもありがとうございます。ゲリラ放送のショーでございます。大したものではございませんけれども、しかし視聴者の大きな願いがこもっております。いかがでございますか。メジャーのショーもお取りになったんですが、ありがとうございます。この度開発発売した新しいギャランが、視聴者の評価を得られまして、はい、そして栄えある賞をいただいて、もうこの上もなく嬉しく存じます。今後とも、さらに改良に努め、そして、いい車もさらに出して、はい、そういうふうに持っていきたいと思いますが、はい、引き続き、ご指導ご鞭撻を一つよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ところで中村さん、この後続々とですか。だいたい予定を毎年、はい、数種類ずつ新しい車も出す計画にしておりますから、はいはい、それもぜひご期待していただきたい。そうでございます。今年のお正月2月頃には何かございましょうか。それももうすでに予定しておりますから。ああ、そうですか、はい、これは期待できるものでございますか。今までと少し、
感覚が違った一段下の車ではありますけれど、はい、セダンを一つ出したいと思っております。ところで何が受けた原因だというふうに思っていらっしゃいますか。やはりまあ、こういう多様化の時代に、はい備えまして、はい一味違った感覚のスタイルにしても、はい、それから機能面にしても、はいまあ、そういうものを、まあ、開発した点、まあ、そういう点が受けたのではないかと思います。ああそうですか。中村さん自身もあのスタイリングには気に入ったところございますか。最初から私も開発関係の一員として、はいスタイルに関してはずっと、まあ、指導もしてまいりましたし、はい、もうこれで満足したつもりでおります。ああそうですか。また後で話を伺わせてください。じゃあコマーシャルでございます。今発表した通り1位はギャランでございましたけれども、その投票の順位などをご紹介いたしますと、この表をどうぞご覧ください。はい1位は前にも申した通りギャランでございましたが、2位のブルーバードの 3S アテーサ、得票が255票ありまして、ネガティブが37票、殺引きで218票、本当に、接戦でございました。セドリックが意外に、この番組の視聴者は安い車に興味を示すんですが、今年は面白いことにセドリックのグランツーリスモに興味を示しまして、197票、ネガティブが17票で180票で3位に食い込んでおります。それからジャスティ、これは私は随分旧式な車だなと申し上げながら、トランスミッション面白いと、報告した覚えがございます。これが102票でネガティブが3票で結果は99票となかなかの好評でございました。視聴者はなかなか見る目を持っているんで感心いたしました。プレリュードの WX の 4WS、 あの簡単な 4WS も、受けたんだと思いますね。142票、ネガティブが17票、割合に少なくて92票で、これは5位に食い込んでおります。面白いのはその下の 6位と7位、6位はサニー、あの四角っぽいサニー、トラディショナルなやつ、あれがこの視聴者は気に入ってるようですね。で、カローラの方は気に入った人はもっと多いんですけれども、ネガティブが35もありまして、順位で比べると6位7位という順位になっております。で、8位9位という具合に、このスポーツカーに関する関心は割合に低くございましてね、 CRX などは9位です。それからカペラの 4WS では一番早く登場してきたもの、これが56票しか取れませんで、ネガティブが3票、ネガティブが少なかったんですが、カペラ2つとも残念ながら あまりいい成績ではございませんで、10位と11位にとど、まりました。これだけお見せしていると後のやつはどうなったと言われるといけませんので、結構じゃこの一番最後のやってみましょうか。このブービー、このブービーがあなた B1 ですよ。B1 は関心度が高いんですね。そして出とするもの78、非とするもの198、これ198ってのはネガティブにもポジティブにもこんな集めるのは少ないんですけれども、それで結果はマイナスの120票、注目では非常に多かったんだけれども、なんとなく嫌いされたと。それから日本で一番上等と言われているクラウンのロイヤルサルーン、ポジティブが46、ネガティブが162、注目度はやっぱり高かったんですが、マイナスの116という、この放送ならではの結果でございました。参考までにどうぞご覧になってください。外車のプジョーなどは、ポジティブ1、ネガティブ3という外車に対しても割合に、冷たい反応でございました。そんなわけでございましたけれども、こんな投票が、自動車メーカーの励みになったり、もしくはそのどんなふうに見ているのかという、一つのユーザー側のメジャーとなれば幸いだと思っております。ところで、ゲストの三菱の中村弘和さん、それからもう一人はこの車を直接、おまとめになったプロジェクトマネージャーの山田直之さんにおいでいただいておりますので、いろいろ伺おうと思います。実はですね、ギャランを選んでくださった視聴者がこうハガキをくださいまして、これは、滋賀県草津市の深尾さんという方です。丁寧に書いてくださいました。三菱ギャラン、2リッター DOHC ターボ VR4、
なぜこれをプラセに選んだかというと、まず何より静粛性の高い車であること、逆位相のない独自の 4WS が気に入ったことというふうに書いてあります。これは三重県島郡蟹町の北村久郎さんという方からいただきました。ギャラン2リッター両 HC ターボ VR4、地味な会社でこれといった車がなかった割に、いきなり純粋に日本的、ありとあらゆる考えられる新機構を搭載した自動車を発表して、日産トヨタを出し抜いた点、AT を積めば名古屋かったねと言っておりますが、山さん、そういえばその AT ございませんでしたね、この強力モデルには。どうしてでしたっけ。今 AT についても開発を取り進めておりまして、はい、また追加させていただきたいと思っております。中村常務取締役、どの辺まで進んでますか。もうほとんど玉成に近い状態で、試作車はもう走っておりまして、うん、近き将来必ず出しますから、うん、オートマチックでやってくる、はい、4スピードでございますか、3スピードでございますか、4スピードでございますか、はい、そういうわけだそうでございます。まだございます。これは岐阜県関市、あの刃物、日本刀で有名な関市、そこの田畑秀春さんからいただきました。走る、曲がる、止まるという車の基本性能を考えた場合、現在最も進んでいる車だと思いますって、バカに褒められましたね。庶民的とは言い難いですよって書いてありました。その庶民的と言い難いというのはどういうところだと思いますか、山田さん。国内で、200馬力で、直接走るという機会は、街の中でなかなか出にくいというようなことをちょっとおっしゃってるんですけど、やはり自動車は楽しく走るというところも部分もいりますので、こんな車でいいんじゃないかというふうに思っております。そうですか。山田さんってのは頭のいい方ですからね、アドリブなかなか上手なんですけれどもね、今ね、もう一つ言おうと思ったことありましたね、値段が高いからでしょってちゃんと分かってらっしゃると思うんですが、まだありますよ。甲府市、甲府で映るのかな、この放送は。三菱ギャラン VR4、 これからの自動車の進むべき方向へ、現在より一歩前へ踏み出した気がするって、随分褒められてますね。なんか他にネガティブなのがありました。ネガティブがありました。あれ違うな、これもポジティブだな。とにかくみんな褒められてるんです。いろいろいいよって言うんですが、これもポジティブですね。ありました、ネガティブが。これもまず喜ばせてます。それから、マイナス点、三菱ギャラン、何でもいいからつければいいってもんじゃない。 DOHC4WD、 おまけに 4WS、 スタイルもフロントグリルはランチャ、サイドのラインはベンツ。 CM では映像的に素晴らしいと思いますが、実車を見るとどうもこうごちゃごちゃしております。ミラージュがなかなかの出来だったと思うからこそ、三菱さん頑張ってくださいと。これは名古屋の港区元宮町っていうんですかね、藤田さんという方からいただきました。浪人してる方ですね。まだ時間ありますか。ありますね。ネガティブ、三菱ギャラン、インディビジュアルフォードは BMW メイドインジャパンと、ただ一言、私は嫌いだ。これもう好き嫌いっていうのもしょうがないんですが、好き嫌いっていうのだと嫌いっていう人もいました。これは横浜市磯子区杉田の、藤原智さん、スタイルまでセダンでは物足りない、以前友人の乗っていたギャランラムダがギャランらしいギャランだったと思うので、ちょっとがっかりしてしまったという、方もいらっしゃいます。これは、三菱のギャラン VR4 ネガティブ、動力性能や足回りもハイメカニズムで現代的であるが、あまりにも機械に頼りすぎる。スタイリングはなかなかのものであるが、やはり何かの流れが感じられる。モノマネではなく独自のものが欲しい。一番の理由は車自体の安定性、安全面は高いかもしれないが、やはり人の操る車であってほしい。三菱ということもあり、パフォーマンスの心配もある。だからレースに出て信頼性を立証してください。三菱ということもあり、パフォーマンスの心配もあるっていうのがちょっとわからないんですが、これは東京都大田区下丸子の岡本雅樹さんという方からいただきました。とにかく参考までにいろいろな言い換えもありますけれども、しかし山田さん、一つだけ、ちょっと遠回りにも気になるのはですね、制御するのに、自動車の制御をする一番重要な要素はドライバーですね。けれどもこの頃は自動車そのものに制御をするように、自動的に制御するようにしつらえてあって、そして人間が
細かい制御をしなくてもいいように出来上がってますね。でこれについてはどうでございましょうね。これから先ますますそういうふうになるんでしょうか。はいはい、いいですよ。あのね、はい、そういうご質問随分多いんですけども、やっぱり文化がやっぱり発展していって、その車をね安全に、それから神経を使わず、いわゆるイージードライブと言いますけれども、そういう点ではね、これからますます進歩すると。でそれがその複雑な気候で故障を起こすようなことであれば、これはもう話にならないんですけども、この前もちょっと話したと思いますが、その動物は全て四輪駆動で、しかも四輪ステアで、まあ、人間だけが二輪駆動ですけれども、やっぱりそのああいう姿、運動、イージードライブ、そういう観点では非常に学ぶべき点があると。ですから自動車もそういう方向にやはりさらに技術的にも努力しないといかんだろうと。そういう点ではますます進歩するし、一方ですね、自動車の本来の運転する楽しみとか、まあ、そういった点ではちょっと反発する方も中におられるわけで、それは新しい技術はあまりいらないと思うんです。従来の車をそのまま発展させばいいと。ですからまあ二極的に進む可能性はあると思いますけれども、まあ、我々はそれはよくわきまえてこれから進めていきたいと、はい、そういうふうに思います。さすが常務取締役ともなると、そつがないんでいうことはあんま面白くないんですけども、お偉方はそう言っております。ところで VTR がございましたが、それは出ますか。出る。私はこの車に試乗したときにこんな風に感じましたんで、それをもう一回思い出して聞いていただきます。乗っているんですが、4人で乗った荷重状態での、乗り味は、しなやかな感じがします。それから、ハーシュメスと言いますが、路面の小さな突起を乗り越えた時の振動や音、うまく抑えられてけれども、一人で乗って今踏み込みましたが、もう一つこんな感じですね。今最後のものですが、小特急を乗り上げるとあんな感じになります。で、4人で乗っていればしなやかで、一人で乗るとどんなかと言いますと、一人で低速から中速域だと、かなりゴツゴツ感があります。バネがうまく縮んだり伸びたりしないんじゃないかというような感じがしますが、4人乗った状態ではなかなかいい感じです。ここちょっと砂利になってますんでね、ここで大きな駆動力かけてみましょうか。4人駆動どんなふうになる中で、普通の場合はこういうところで急発進をしようとすると車輪がザラザラっていうもんですが、四輪駆動だとどうなるか。なんでもないんですね。これはある意味じゃつまらないな。で小さく回ろうとすると、これで四輪駆動か。ちょっと高速道路でラリー車の印象があるって言いましたけども、このデコモコ道を走った印象はやっぱりラリー車の印象ですね。これを見ていただいて、山田さんにはもういろいろすごく聞いたんではないですけどもね、今思い出してみてもややゴツゴツ感ございますね。でそれは一つはそのタイヤがですね、日本のユーザーってのはベラボーに太いタイヤ好きですよね。不必要にもうこんなついてるものはいらないんじゃないかと思うような太いタイヤ履きたがる。まあそれが流行ならば仕方がないんで、このネクタイと同じようなもんでして、そのネクタイみたいなもんだってこんなもの鼻かむわけでもないし、食事の後に口拭うもんでもなんでもないものにこう柄のあるものをこうぶら下げてなきゃなんないというような、これもまあ流行だから仕方がないんですが、その流行とはいえもう少し細いタイヤでもよかったんじゃないかな。それからこうなんていうんですか、こうしなやか感といいますかね。で三菱は近いうちにダイムラベンツのメルセデスベンツをお売りになるんだそうで、あの車はしたたかそうですが、しなやかなとこありますよね。特に小特急をこう踏んだ時なんか、実にいい塩梅、
そうかといって気がつかないほど、昔のアメリカ車ですと、そういうデコボコを気がつかないようにこう乗り換えたんですが、ちゃんと気がついていて、こう柔らかいってのがありますね。これは中村さん、何が秘密なんでしょうね。これはね、はい、その、まあ、目的によって、まあ、先ほどおっしゃったように、その、いろんな客層によって変えた方がいい部門もありますけれども、はい、共通していることは、はい、やっぱりストロークの小さいところは、できるだけ柔らかくという思想で、少しストロークが増えれば、それに応じて変えるということは、やっぱり、一貫して言えることだろうと思いますね。まあ、そういう意味でね、はい、今、三本さんがご指摘になりました、はい、少し、その、ゴツゴツしてると、はい、特にスピードの低いところ、あるいはその砂利道、そういったところですね。その辺はね、よく分かりましたので、これは改良いたします。その改良の仕方にもいろいろあるわけですけれども、まずまあダンピングをまあ小さくしていくとか、まあ、バネ乗数を少し小さくするとか、まあ、両面でぜひ改良に努めていきたいと。そうですか。でそれも新車を出しまして生産に入りました時には、はい、私たちも比較いたしまして、はい、そういうことも分かりましたので、はい、若干修正いたしました。知ってるのにね、知ってるのに客が黙ってたらこれでいいやと思って山田さん、そういうことないですか。でもこれはエレキテルでこうダンパーのドリフィス変えてますね。これは特に電子制御のサスペンションは使ってません、はい、あ、これはないんですか、はい、2WD の方があるんですね。 VX についてはついております、はい、けれども足回りをこうへ持ってきてしつらえればそのままいけるわけですよね。そうです ね、はい、そうすると何もやる気になるわけない、うん、もう多分実験部ではわわわわ乗ってあるって、それでこれがいいな、あれが良くないのって言ってるんでしょうね。その辺も今研究やっておりますなかなかね、この三菱の方とトヨタの方ってのは表情に出しませんね。カメラさん、何か聞いたらね、アップにしておいてくださいね。それで視聴者の皆さんは表情のわずかな動きを見落とさないようにご覧になって判定していただきたいというふうに思います。それからこの車の形ですが、私はセダンというのは伸び伸びとやっぱり乗らないといけませんし、セダンは一面サルーンとも言いますよね。ですから、私なりのメジャーは頭の上拳を一つ乗せまして、でこれがこう触れるぐらいの余裕がないといけないんだっていつでも視聴者を先導しておりますが、この車はそうなってますね。そうですね。基本的には、フロント前席も後席も平等にやはり居住席は確保したい、はい、まあ、これは一応基本、ベースの車、はい、セダンですので、はい、それを考えて、開発します。なるほど。今の点ね、その三本さんにぜひ言ってほしかったことはね、はい、こう前席でこうおっしゃってましたけど、はい、後席もね、ぜひそれを、ね、この車は後席がそういう点でも非常にスペースユーティリティございますから、はい、それを実は言ってほしかった。ああ、そうですか。しかし今までの三菱の車を見ますと、手のひら1枚入れるのはやっとっていう自動車ずいぶん多かったじゃありませんか。コロンと思想が変わったってのは どういうわけですか。まあやはり車の狙いによって、あるいはバリエーションによってその辺の考え方を少し変えておりますけども、まあ今自動車というのは国際的な時代ですから、そうですよ、ヨーロッパの人にも、それからアメリカの人にも皆さんに満足していただけるようなものにすると、これがベーシックなモデルの基本条件だと思ってます。今までの背の低いやつはどなたに満足してもらってた車なんですか。ヨーロッパにも我々も前から出しておりますけど、若干特段少ないのも、まあ、それなりに、そういう思考の方がということだったんですけども分かります。車ってのはどうしても作るのに4年はかかりますから、4年はかかりますから、やっちゃってまずかったなと思ってから次に出てくるのはやっぱり4年かかるんでしょうね。だからまあセダンはね、やはり今三本さんがおっしゃったように居住性ということはやっぱり忘れてはいかんと思います ね、はい、おっしゃる通りだと思いますね。で僕はこの車は比較的アップライトにこう座って、寝転がらずにアップライトに座って、そして前後席を高さで稼いで、足元の空間を取ったっていうのは私は大変、賛成ですね。
あとはこの車の作りでですね、どうしてもできてしまうここの継ぎ目がございますよね。でこれは今のところは、まあ端的に簡単に言えばボロ隠しがついてるわけですが、しかしこれを機能部品をつけることだってできますよね。例えば、ルーフラックをくっつけるためのキャッチャーの金物をここへ埋め込むこともできましょうし、まあ、いろんな方法があるだろうと思うんです。それについてはもう皆さんお考えで、知恵者たくさんいらっしゃるんですから、いろんなことをお考えだろうと思うんですが、ただこのままだとちょっと寂しいですね。今オプションですけれども、今三本さんのおっしゃったルーフラックが非常に取り付けやすいようなのは、モールを交換していただくとそういうようになるようなのを、これ取ったんですか、これは付くようになってるんですか、用意しております。じゃあ我々の借りるやつにもちょっとそれつけておいてください。名前余計なこと言わなくて済みましたのに。ところで山本さん、この頃は仕事伸び伸びできますか。このギャラン開発を始めてから、若い人たちが非常に、生き生きと元気にやっております。そうですか、非常に楽しくやっております。そうですか。三菱は頭のいい人がたくさん多くて、ただ一つだけ言ったのは飛行機作りの夢ってのがあって、飛行機屋の大将、中村さんもきっと飛行機屋のおいでになったと思うんですが、違いますか。その飛行機作りの大将がですね、自動車と飛行機同列に見て、飛行機よりも程度の悪い機械を作ってるんだというような、そういう諦めとか、それから質実権限をケチと間違えてる人とかが多かったのは、私あんまり賛成じゃなかったんですが、この車が来たら見たら、割合に将来明るそうなんですね。今年は一部上場の会社になるかもしれないという話を伺っておりますので、どうぞお花見くださって、いい車をぜひたくさん作ってください。生き延びてください。日本でも売らなきゃ外国へ売りましょう、外国へ、ね。それで円高になってもなんとか儲かるやつ作ってください。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。勝手なこと申し上げました。コマーシャルでございます。新車情報大賞は今めでたく授与いたしましたけれども、もう一つ賞がございます。それは新車情報のスタッフが、まあ、入れ替わり立ち替わりだった22、3人は言うだろうと思うんですが、これが車のテストに行き、取材をし、発表会に行きというふうに、実際に取材活動をしております。いわば視聴者のための裏方をやっている連中、この連中ももう10年からこの番組やってますと、みんななかなかの評論家になっております。いやいや本当のことなんか分かりやしませんけれども、外観上で嗅ぎ分けるっていう能力は、なかなかでございまして、いろいろここで話を聞いたりしてますから割合に詳しくございます。でこの連中が、一つ我々で、選ぼうじゃないかというのがございまして、それが1980年の新車情報特別大賞というものでございます。で実はその新車情報特別大賞には日産のブルーバード 3S アテーサリミテッドという車を我々乗りました。これはとても感心いたしました。どんなところに感心したかと言いましたら、先ほど三菱の中村さんがおっしゃってましたが、獣のような性能を持った車っていうところがとても気に入って、それの第1号で出てまいりました。しなやかさもそれから四足の使い方もなかなかうまいというので、大変感心したわけでございます。で私が感心したと同時にスタッフがみんな感心いたしまして、これいいじゃないのということになりました。それで、独断と偏見もございますけれども、日産のブルーバードの 3S アテーサに、特別大賞を差し上げたいと思います。で実はブルーバードの開発の方にもこのスタジオにおいでになっていただいております。表彰したいと思います。お客様は日産自動車の第一商品本部の主管をなさってらっしゃる町田修さんでいらっしゃいます。おめでとうございます。町田さんにもね、はい、いろいろ伺いたいんで、この顔をどっかで見たことあるなというふうにお思いになる方いらっしゃると思うんですが、実はそのテレビのタレントの おばさんおばさんじゃない姉上で、木本のり子さんという方がいらっしゃるんですが、その人も弟さんなんですって。僕は知らなかったな。木本さんと一緒に仕事をやったこともありますよね。そんなことよりもブルーバード の主管として、なかなかいいのがあるんですよ。ブルーバード 3S ポジティブ、やっぱりフルタイム 4WD がいい、スタイル
ではギャランの方が好きだが、けれども最初から AT 仕様があるところや、ボディの形が2タイプあるよとブルーバードなかなかいいよと言っております。これは群馬県の何て言うんでしょう、瀬田郡ですね、赤城村って言うんですから、ははー、中治がいた方ですね、斉田さんという方からいただきました。これはブルーバード 3S アテサリミテッド、価格燃費、ハードトップの鉱石居住性などに難はあるが、4速 AT の設定、4輪アンチスキッドブレーキの標準装備、センターデフロックの煩わしさの解消など、フルタイム4駆としてその扱いやすさは他社に比べて抜群であり、フルタイム4駆を身近なものとしたことを評価したい。僕はこう言いやよかったな、実は利口そうに聞こえてたね。でもね、でもですよ、マイナスもあるんじゃないかなと思うとありましたね。ブルーバード、ハードトップアテーサ、ごく当然にスタイル重視であり、居住性が悪いし、ギャランなどと比べると割高であるというふうに書いてある。これ横浜市鶴見区、の関川さん、岡川さんですかね、とおっしゃる方です。まあ値段の方はなんとかなりますでしょうね。これは埼玉県浦和市の是枝さんとおっしゃるんですかね、性能の面ではいいが、スタイルにいまいちインパクトがなく、妙に丸みを帯びているのが気に入らない、前の箱型のスタイルが残してほしかった。私はあの箱型ってのはね、高速になりますとね、いろいろこうありますんで。そうですね、はい、ちょっと空気抵抗が。そうですね、これも実はその試乗の VTR がございますんで、これで振り返ってみることにいたします。いつもの坂口、雨ですよ。滑りやすいところをこの四輪駆動がどういうふうに、もうまるで何事もないように走りますね。何事もないように無表情に走るからちょっと怖い感じがしますね。たとえ四輪駆動だって、タイヤがグリップを失えばあとは慣性に引っ張られて飛んでっちゃうわけですから、どの辺が限界なのか分からずに走るっていうのもあんまり気持ちのいいもんじゃありませんね。でステアリングはパワーです。でパワーステアリング、まあこういう山道で、こういう操作をしている印象は悪くありません。やや重めでしょうかね、やや重めのステアリングの設定ですね。それから乗り味も横傾きが随分少ない車ですね。重心位置が低いからでしょうかね。それとホイールストロークが少ないから突っ張った感じになるんですね。でこれ今一番柔らかいところで走ってます。今度一番硬い方にしてみましょうね。ダンパーの減衰を目いっぱい、高めました。滑らないですね、実に気味が悪いほど滑らないですね。もちろん今日は雨が降って路面が濡れてますから、タイヤがこう鳴るようなことはありませんね。それとトルクは、そうですね、もう少し低速であった方がいいかなと、こういう道路の状況ではもう少し低速でトルクがあってくれたらなというようなところもありました。というふうな具合に感じたんですが、日本の車もう少しホイールストロークが、ね、大きくなるといいんですけれども、道路が良くなったり、それから車コンパクトに作ろうとすると足回りのところの大きなえぐりが嫌なんでしょうね、デザイナーとしてはね。でもやがてはそういう車世界中に売るとなると必要になるんじゃないでしょうか。おっしゃった通り、ストロークは大変乗り心地特にですね、それから操縦安定性にも大きな影響を与えますので、はい、これもかなり今回取っておりますけども、まあ、乗り取った時の状態少し、固めの方で、あるいは少しストロークないようにお感じになったかもしれませんが、これは従来にましてかなり取れております、うん、現実なんですね。そうですね、大体町田さんは実験部の出身なんだから、そうですね、もともとゴロ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 走ってて、そうですね、あれがいけないこれがいけないって張本人なんだから、そんなことはみんな知ってるわけなんで、でこの時やる時には足回りこう抜本的にもう一回その考え直してですね、はい、なんかいい手出していただくと。そうですね、今回実験している中で随分いろいろ発見しているのがたくさんありますので、はい、それらをこれにも相当入れておりますから、かなり画期的に良くなっていることは事実です。そうですね、さらにもちろん改良を加えてきます、はい、だからこの画期的にいいやつ、はい、
は、ディーゼルがあるのにディーゼルにターボはつけないわ、低差はつけないわでしょ。それから昔からブルーバードってのはワゴンを持っていたのに、今度の新しい格好にはワゴンは古いのをもうまんま、しばらく、あ、しばらくですか、しばらく、あ、しばらく、しばらく出てくるんですか、あ、そうですか、しばらくは昔の名前出てて、それで新しい子に変わった、そうですね、あ、そうですか。でそれにもこの四輪駆動の仕掛けがあって、そしてあのブレーキのシステムなんかも新しいシステムがついてるといいんですかね。いいですね、そうだとバカに高くなるんですか。四輪駆動はやはりその分だけ高くはなりますね。ただあの今回も一番安い四輪駆動は169万円からありますから、はい、相当一生懸命安いものも作ってます。高いのは、相当高いのもありますけど、だいたいあのこの番組暮らし向きは皆さん良くなったんですね。この俺選ぶものがなかなか高度なものになりました。そうですね、スタッフ、それから出演者一同は相変わらずの貧乏でございまして、なんとなく庶民向きの車に興味があるのはさ、例えば四輪駆動といえども庶民向きのものを一つぜひ忘れずにお願いいたします。どうも、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうぞお早めください。まだございます。これから先は投票をしてくださった皆さんにプレゼントでございます。それは、平野恵子ちゃんの係でございます。はい、新車情報大賞にご応募くださいました皆様の中から120名様にご覧の、メーカー各社からの記念品をですね、厳正なる抽選でお送りいたします。コンペティターが並ぶってことはなかなかないと思いますけどもね、中村さん、山田さん、あのコンペティターのブルーバードに似たような仕掛けで、来てるんですが、これをご覧になってどういうふうにお感じになりますか。非常に相共通するところもございますし、はい、向こうの方が優れてると思うところもございますし、おや、そうですか。やっぱりこれからも切磋琢磨して、はあ、技術の進歩に努めていきたいと思いますね。なんか役員ってか余裕余裕みたいなものみたいな。町田さんどうですか。畜生決心だというね。そうですね、私どもが一番いいんじゃないかと今でも思ってますが、まあ随分いいのをお作りになったなと、三井さん、失礼な言い方かもしれません、あっぱれだなと、さすがだなという気がしましたね。あ、そうですか。まだうちのがいいんじゃないかなとまだ思ってるところもありますよ。あ、そうですか。はい、特にここなんかうちの見てもらいたいなと思うのはどこですか。楽しい橋でしょうね。なるほど、これは絵にも字にも書けないところでございますからね。うまいところ、やっぱ町田さんも相当うまくなりましたね。あなたの時間というものになってからというものは、しかしユーザーの側から見ますと、どちらも似たようなものであるけれども、これから先に問われるのはですね、信頼性がどのぐらいあるか、故障本当にしないんだね、不具合あんまりないんだねっていうことだと思うんですね。で、新しい車でどうしても論評でききれないところは、一つは安全性の面です。それからもう一つは信頼性の面なんですね。で、この番組は他の自動車の番組と違って随分そのマイナーなゲリラ番組だと我々自称しておりますけれども、今年もなんとか続きそうでございます。一生懸命やろうと思います。ひるまずに、ごまつらずに今まで通りやっていこうと思います。よろしくご支援願いたいと思います。こういう番組があるのも悪くないでしょう。そうですね、山田さんなんかには、エンジニアとして何か言いたいことがあったら言ってくださいって言うんですが、この方も三菱の優等生ですから、なかなかそういうことをおっしゃらないんで、しかしどんなによくできた機械でも不利な人間が乗るとダメになりますよね。でこの点はどんなに機械が優れても当分の間ダメでしょ。そうですね、だからやっぱり安全の面とかはやっぱり、はい、そのルールだけはやっぱりきちっと、運転ルールだけはきちっと守ること、これは一番大事なことですね。それからのことで、ユーザーの側からいけば、ルールはきちんと守ります、だからそれ以外のことで危ないこともならないと頂戴ですということがございますね。で、私どもユーザーが失敗しても、それをできるだけ機械でカバーして、そういう人でやっていかなきゃいけないんですね。そういうプルーフというのは非常に重要だと思いますね。